はいどうも、キョウリニキです。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ今回はね、この最新ピックアップガチャ、これ引いていきたいと思います。これ引くんですけど、あのラストショーは絶対狙わないです。はい、まあね、もしあのマレフィセントドラゴンが最後まで出なくてね、もうラストショー仕方なくね、最後の1個ってなっちゃったら、まあもうしゃあないんですけど、そうならないことを祈ってね、もしくはそうなりそうだったらもう途中でやめます。はい、このマレフィセントドラゴンがまあとりあえず出ればいいかなっていう感じなんで、はい。あとまあハムかな。うん。僕が欲しいのはまあマレフィセントドラゴンかハムって感じで引いていきたいと思います。はい。じゃあ1回目。来い。うわー、いらないね。いらないですね。はい。頼む。頼む、頼む、頼む。うわー、いらないね。まあでも曲付きだからまあいいのかな。はい、3回目。うわー、一番いらないかな。うん、マジでマレフィセントドラゴンとか来い、本当に。ああ、まあまあ、ブーブーブー、いいねいいね。うん、まあブーはね、当たり枠かなって思います。来い。うわ、いらない。いらない。あ、いいね、ハム。ナイス。いいね、ハム、あと1体でスキルレベル上がるかな。あー、もうマレフィセントドラゴン来ねえな、やっぱり。これがね、闇ですよ。はい。これがね、この、つむつむのね、闇ですよ。うん。あ、来た来た来た、オッケー。すいません、闇とか言ってすいません、あの闇じゃないかもしれないですね。なんで闇じゃないかっていうと、このなんだっけ、ルミエール、このろうそくのキャラクターがまだ1回も出てないからです。はい、これは座骨無なんで、座骨無がね1回も出ないってことはまあ闇じゃないかなって。まだね、あー、ほら、まあ出てるよね。うん、そんなうまいこといかないよね。頼む。うわ、ほら、こういうことですよ。頼む、5分の1。勇者ミッキーは、うわ、いらねえ。頼む、勇者ミッキーくんな。あ、ブーブーブー、オッケーオッケーオッケー。うわ、もうこら。ほら、こういうことですよ、結局。ちょっと待って。あと2個でしょ。もう引くのやめます。はい。引く意味ないです。はい。ここまで来たらね。まあ、いいんじゃないかなって感じですね。まあ、闇ですね、これは。はい。はっきり言って闇ですね。やっちゃったね。これは完全に。ハムどこだ？ちょっとね、ハムのあれを見たいですね。スキルレベル。あれ？あれ？結構スキルレベル高いのかな？あ、いた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 。スキル4でした。うん。なるほど。ちょっと見てみようかな。ああ、やっぱりね。あと1体当たればスキル5か。うん、これスキルレベル6になればね、あの全然使える爪なんで、はい、まあ、いい感じですね。いや、よくないよくないよくない。うん、やっぱりね、ピックアップガチャ、これ闇ですね。闇ガチャですね。はい、これ闇です。うん、ところでね、引いていったんですけど、うん、まあ皆さん、あの引かない方がいいです。はい、引かない方がいいと思います。はい、じゃあもっとね、あのっていうのは他に強い爪いるし、5月になったらあのパイロットルークっていうね、このスターウォーズコラボ多分来ると思うんですけど、その時にね、多分このパイロットルークってこれ多分復活するんですよ。うん、セレボーとか、まあ、ピックアップないと思うけど、セレクトボックス、スターウォーズセレクトボックスみたいな感じでこれ多分復活すると思うんで、こういうのもね、狙ってった方がなんぼもいいかなって思いますね。はい、マレフィセントドラゴンはまああくまでね、ほんと初期の頃、ツムツムリリースされた最初の方のあの強いツムっていうだけであるんで、じゃあチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。キョウリニキでした。バイバーイ。